ビクトリア級戦艦は1880年代にイギリス海軍が保有した早々期の戦艦。ビクトリア及びサンスパレールの2艦からなるイギリス戦艦として初めて3段膨張式の蒸気機関を搭載した級である本級は地中海での任務を想定して建造されたと言われており、両艦とも完成早々に地中海艦隊に配属され、 ビクトリアはその機関となった。一番艦ビクトリアは、地中海艦隊機関を務めていた1893年、戦艦キャンパーダウンとの衝突事故で失われ、乗組員の半数が運命を共にした。サンスパレールは1907年に解体された、本級の武装、装甲、機関配置を示した図、手法の構造と装填形式を示した図、艦ドックで整備を受ける、ビクトリア、 低い還元と左右に立つ煙突の配置に注目。本級は手法としてアームストロング社がイタリア王国海軍の総甲艦、アンドレアドリア級のために試作した41.3センチメートルという巨砲を流用して連装式の砲塔に収めこれを全部甲板上に一機を配置している。これは全級であるアドミラル級弁房が露砲塔方式で 単装砲がで一問ずつ前後に装備していた形式であったのをすべての手法を全部にまとめて配置し、装甲で防御された砲塔化したことにより、本級の手法は当時のいかなる軍艦の装甲をも貫通することができたが巨大な砲弾を装填、発射させるのに4から5分もかかるなど運用上の問題があり、41.3センチメートル砲の 装備は全球である弁棒と本球のみにとどまった。本球はすべての手法を全部に配置したため、後方への手法の射撃が制限されるため、副武装として、後部甲板上に 25.4cm 砲を棒立ての、ついた単装砲がで一門で配置していた。本球は防御装甲の強化も行っており、水線部の原則装甲の厚さは 508mm に、 及んでいる。そのためもあって、本級の還元はわずか3メートルほどしかなかった。これは、攻撃目標となる面積を減らす効果もあったが、対抗性に影響を及ぼしており、これが、戦艦キャンパーダウンとの衝突の際にわずか15分、足らずで沈没してしまった一因でもあった。本級の設計に関して、最も成功したと言えるのは三段、膨張式レシプロ機関の導入である。これは、 高性能ボイラーの導入によって、より高圧の蒸気を取り扱えるようになった結果であり、機関効率の向上も、さることながら、石炭の積載量を削減できることにより、排水量に余裕が生じるという利点をもたらした。イギリス海軍が別の軍艦で行った実験によれば、従来型の機関と比較して80%出力時の、石炭消費はおよそ半分であったという。 本級のボイラーは片元に4機ずつ、軽発機が並べられたことにより、煙突ボイラー4機あたり1本が担当したことにより、煙突は左右に1本ずつの並列配置となっていた。ありがとうございます。